Chào các bạn, mình là Okaji. 今日は漢字のお勉強です。日本語には発音が同じで意味も似ているけど、漢字が異なる言葉がいくつもあります。どれを使うべきだろうと疑問に思ったことはありませんか？今日はそんな漢字の使い分けを紹介します。まず一つ目は卵。皆さんがよく見る卵の漢字はこれだと思いますが、こっちの漢字で書かれることもあります。これらは何が違うのでしょうか？まず卵。これは生物学的な意味を持ちます。鳥や虫や魚など、いろんな生物の卵にはこの漢字を使います。一方、卵。こちらは調理された後の鶏卵を指します。ですから本来、生卵は、卵焼きは、を使うのが一般的なようです。ただ、絶対的なルールではないので、人によっては調理後の卵も、を使います。ついでに、卵を使った表現を一つ覚えておきましょう。この、卵には、まだ修行中で一人前になっていない人という意味があります。例えば、研修医を医者の卵と呼んだり、ロースクールの学生を弁護士の卵と呼んだりします。よく使うので覚えてね。続いて、年齢を表すときに使う歳。15歳とか20歳とかいうときに使いますね。この漢字も2種類あります。歳と歳、どっちが正しいか知っていますか？まず歳。この漢字は年齢や年月などを意味します。つまりこの漢字が正解となります。一方、歳。実はこの漢字は才能や天才という言葉に使われるように生まれ持った能力という意味で年齢を表す意味はありません。しかし、歳に比べて画数が少なく書きやすいので、歳の代用漢字としてよく使われています。今ではテレビなどでも歳が使われているので、あまり気にすることはないですが、一応正しくは歳なのでこちらも覚えておきましょう。画数が多くて大変だけどね。では今日はここまで。もし動画が面白いと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。またね。